長崎空港、長崎空港、長崎空港は、長崎県大村市にある空港。空港法では、第4条第1項第6号に該当する空港として、政令で定める空港、国管理空港に区分されている。大村湾のほぼ中ほど、海岸から約 2km に浮かぶ、三島全域を開発することで、1975年5月1日に、 世界初の海上空港として開業した。空港自体が大村湾の沖合に位置するため、対岸への騒音による公害は皆無に等しく、ただし、ドン天地はやや大きく、対岸へ響くことがある。環境面でも有効な位置関係である。国土交通省が設置管理し、ターミナルビルの運営は、長崎空港ビルディング株式会社、コーポレートブランド、ナビック、ナビック、 長崎エアポートビルディングインターナショナルコーパーションの略が行っている。空港西側にある丘陵の花文字山には、滑走路側の霧土斜面に約5万本の筒子及び、さつきで長崎の文字が施されており、空港のシンボルとなっている。また、超音速旅客機のコンコルドが飛来したことのある、日本の数少ない空港の一つである、田は、 東京国際空港と関西国際空港。本土側の大村市今津町に位置する大村飛行場とそれに付随する施設は、長崎空港を共用以前の旧大村空港の跡地である。長崎空港共用後も運輸省、後に国土交通省が管理し、旧大村空港の滑走路を A 滑走路、美の島に建設された新滑走路を B 滑走路と呼んだ。 エ滑走路ロ地区には、大村空港の時代から、海上自衛隊大村航空基地が所在し、第22航空軍等が使用していたが、2011年に国土交通省から防衛省に移管され、正式名称も大村飛行場となった。海上自衛隊の他に、長崎県防災航空隊、長崎県警察航空隊も大村飛行場を使用している。地元住民、 特に年配者からは、現在の長崎空港も、大村空港と呼ばれることがあるが、羽田空港、東京国際空港の通称などとは違い、全国的には一般的ではないため、県外の観光客などには誤解を招く場合もある。羽田長崎線は、観光客、ビジネス客ともに需要が高く、国内線でも上位10位以内に入る利用客数の多さであり、 かつてはボーイング747、トライスター、DC-10、現在ではボーイング777などのワイドボディ機が主に投入されている。また、1996年には日本エアシステムの MD-90 の発便、就航路線となったほか、全日空のボーイング767から300や、ボーイング747から 400D が、 発便就航当日に投入された路線でもある。なお、1990年代頃までは、伊丹長崎線にも、トライスターやボーイング777などが、投入されていた。現在は、小型機による運航がメインとなっている。長崎の歴史的、地理的な背景もあり、地方空港としては珍しく、昭和50年から60年代から上海、就航当時は、中国民港及び、 日本航空による運航。なお、日本航空は、成田からの経由便として、運航やソウル、就航当時は、大韓航空による運航への国際定期便が、就航した。また、九州の空港で唯一 FAZ 輸入促進地域にも指定されており、国際航空貨物の物流拠点としての飛躍が、期待されている。年間利用客数は、 国内293万2086人、国際7万6513人、2014年度。毎年5月1日に、友人島であった三の島から空港建設に伴い立ちのえた、旧島民によって、慰霊祭が行われている。また、毎年9月頃には、空の日にちなんで、花文字山や、完成施設などの一般開放も実施れている。 空港内に住み着いているタヌキが増加して航空機の離着陸の妨げになるとして問題となっており、2012年に電気柵が設置された。また、空港敷地内でのタヌキへの餌付けが禁止されており、看板で注意を呼びかけている。その一方で、長崎空港限定のグッズで、コスチュームキューピーのタヌキ,キューピーといったものが売りされている。ボーディングブリッジは5設置されており、 うち一機は大型機用のダブルボーディングブリッジである。航空管制は国土交通省が実施している。海上自衛隊は自体の航空機に対して大村側の地上走行のみの管制を行っている。とかは2007年7月1日より運用開始。航空保安無線施設の保守は国交省大阪航空局長崎空港事務所。 航空管制技術官が担当する。一社の航空会社がこの空港をハブ空港、拠点都市もしくは商店都市として運行している。航空会社が2社以上の場合、最善の航空会社の機材、乗務員で運行する共同運行便、コードシェア便。かつての定期就航路線、長崎空港と対岸の大村市、森園町は、 長崎県道38号長崎空港線の連絡橋である、美ノ島大橋、長さ970メートル、福音8.5メートルによって結ばれている。鉄道などはないため、空港へのアクセスはこの道路からの利用をもしくは、海上空港のために船によるアクセスがある。長崎自動車道及び長崎バイパスまた花ヶ崎、出島道路経由により、長崎市街まで、 約4 0トル、最短35分だが、空港から大村 IC までは一般道を走行するため、やや時間がかかる。長崎新幹線が開業した場合の新幹線と空港とのアクセスについて、表だった発表はない。空港ターミナル船着き場間は、約3 0 0ルの連絡通路が設けられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。